本日、前橋市市長記者会見にご参加をいただいた報道機関の皆様、ありがとうございます。そして、ネット上での市長を行う大勢の市民の方々にも、本日は前橋における新しい取り組みを報告できますことを、大変誇らしく考えております。そして、これにはさまざまなご協力者の力があったことを合わせてお伝えをさせていただきたいと思います。それではまず冒頭、私から3分間、何故に前橋市がこのような公共交通の仕組み作りにチャレンジしてきたかのかを、短い時間でございますけれども、お話をさせていただきたいと思います。まず、高齢社会にとって一番必要なものは公共の足だということは誰もが納得していただけることだろうと思います。その理由は、免許を持っている方々、例えば60歳代の男性の免許保有率は91%、そして女性は70%、この方が20年後、元気なままでおられたとしても、免許を返す人たちのボリュームが極端に増えていくということです。この80代の91%の男性が20年後、免許を持ち続けられることは本当にできるのでしょうか。だからこそ我々はチャレンジしていくべきだと思っています。群馬県が先般発表した調査によって、なんと群馬県民の100人のうち27人は100メートルの移動ですら車を乗る。こんな車依存の群馬県だからこそ、この問題は最も全国で深刻な課題になるはずです。免許を持たない高齢者や障害者が外出率が低いになることによってフレイル、介護に近い状態になっていく、あるいは送迎のコストがその方のお財布にも家族の負担にも、あるいは社会のコストにも大きな負担となってくる。これが目に見えているからこそ我々は動き出しているのです。毎宅、そしてこの仕組みによっても助かっている方々はおられます。しかし、毎宅の利用者がどんどん伸びていき、今我々の補助の金額だけで2億円、あるいはバスの利用者はほとんど横ばいです。横ばいですけれども、このたった20年でそのバスの運行に対する補助が3倍になっています。もう間もなく3億円になろうとしています。そして、中心市街地を走っているマイバス、このバスにかかる経費も1億円、1、2、3合わせて6億円を私たちは市民の足のために使っています。もっと効率的で、もっと便利で、そしてもっと安い仕組みがないものか、それを考えるのは市役所として当たり前のことです。今回、たくさんの方々の力によって外出の足をもっと便利に、そしてもっと生きがいを持てる高齢の時代を作れるように挑戦をしました。そこに今日お見えの NTT ドコモの吉田さんや、あるいは群馬大学の自動運転グループ NTT データさんや、群馬大学のブランクスの皆さん、そして地方バスの皆さんが力を貸していただいております。前橋にも今、大宮駅、春日を走るデマンド型の公共としてのふるさとバスにも200何十箇所の停留所があります。そして、富士見を走るルンルンバスにもやはり180箇所以上の停留所があります。でも、停留所までの100メートルを歩けない高齢者にとっては、この地域のデマンド型の停留所方式は限界が来たのかもしれません。少しずつ利用者が落ちてきました。そして、昨年から前日予約を受け付けることになりました。これによって利用者が少し増えてきました。それはそうです。次の日の朝に病院に行く人が、その日の朝でなければ予約ができないとしたら、それはこのバスには頼れないことになります。今回、このバスのシステムが NTT ドコモさんによる新しいネットワークによって、例えば春日の65番、この小野丸バス停から宮城のフラワーパークまでの
ボタンを押すだけで廃車ができるような仕組みになりました。すなわちこういうことです。さあ、この新しいさまざまな社会実験が11月30日大笠川宮城におけるふるさとバスによる運行で導入され、そして12月13日から城南地区の乗り合いタクシーの事業によって導入され、そして富士見のルンルバスにも来年の1月導入される方向になりました。富士見におけるルンルン、そして大笠川宮城におけるふるさとバス、そこに城南地区の新しいドアトゥー目的地方式のシステムがスタートすることになりました。そして12月14日、いよいよ群馬大学の実験である自動運転の発車式を行うことになりました。JR 前橋駅、そして上毛電鉄前橋駅間の自動運転のバスの運行がチャレンジです。さあ、将来的には私は、欅奥屋あるいは二石病院前橋公園、こうやってこの自動運転のバスが伸びていければいいなと思います。何よりもさまざまな交通資源がネットワークによって結ばれ、それが大型コンピューターによって適正化する配車方式、これが私たち前橋の未来の夢です。これから高齢化や車依存の社会から脱却しようとしているさまざまな都市のモデルをこの前橋が作っていくことができることを私は誇らしく思います。それも技術者の力と地域のみんなの力によってこれが達成できます。イメージ柔らかく具体的に私が漫画を作ってみました。ある高齢の女性が自宅でスマホでバスを病院に行きたいよと思いました。バスを呼んだところ、近所に高齢の男性がお風呂に行こうと思っているバスが通りかかりました。このバスがこの女性のうちに寄り、そしてその隣に買い物に行きたいと思っているまた女性がおられました。この2人を乗っけて、さあ迎えに行きました。そしてこの2人を乗っけてそれぞれの目的地に降ろしていく、こんな未来の夢に向かって歩んでまいりたいと思います。本日はまず3項目のご報告をさせていただきます。まず最初は全国初営業ナンバー、普通にお客様を乗せてそして自動運転を行うというバスの運行開始のお話でございます。そのお話の詳細は本日ご列席いただいております群馬大学次世代モビリティ社会実装の研究センターの副センター長准教授であります小木津武樹先生、そして NTT データの部長である井上健部長、そして日本中央バス株式会社の常務取締役でございます佐藤健二さんのお三方をお招きしております。お三方から詳細の説明をさせていただきます。では先生方、お三方よろしくお願いいたします。はい、それでは、私、群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センター副センター長の小木津から、この自動運転の取り組みについてご紹介していきたいと思います。まず最初にですね、この自動運転の、イメージムービーというところを制作されていますので、こちらをご覧いただければと思います。
はい、ということでですね、我々、この、自動運転というところでも中でもですね、この、バス車両というところで、実際に、営業運行をする路線で、しかも長期に、その実証実験を行うというところにおいては、まあ、日本で初めての、実証実験だというふうに、我々、考えております。具体的には、上毛電鉄中央前橋駅と、JR 前橋駅の間を結ぶ、約1キロの区間の、実証実験となります。運賃は、現在と同じ、大人100円というところで、行いまして、運行内容としましては、まあ、直行バスシャトル便になります。まあ、所要時間片道約10分くらいで30分おきに運行されておる、車両になります。自動運転におきましては、出発式を皮切りにですね、3日運行、3日休み、休みというのは自動運転の車両が休みということで、普通の車に置き換え、3日間、自動運転は動かさず、3日間また自動運転でという、その3日の、切り替えで、運行していくというところを、予定しております。なお、公転の、環境条件ですとか、道路の環境、あるいは、その乗っている方々の、まあ、状況によっては、実験運行というところを、まあ、中止する可能性があるというところは、あらかじめご承知おきいただければというふうに思います。なお、安全確保措置というところに関しましては、警察庁のガイドライン、また国交省のガイドラインというところに、準拠した形で、今回行いまして、ドライバーが搭乗した形で運行するという形で、実施いたします。我々の目指しているところはいわゆるレベル4と言われる無人で動く自動運転というところですが、今回は、レベル2ないし3というところで、人が搭乗した形で運用するということになります。実施の、役割分担、としましては、我々、群馬大学と、前橋市、そして、日本中央バスの間でこの、連携関係を作りまして、また NTT データ様に、技術的な共同研究というところを、で連携をさせていただいて、また協力としまして、国土交通省の、都市局様も、ご協力いただいているという関係です。我々群馬大学が自動運転の技術の部分というところをご提供する役割でして、前橋様はそのフィールドの提供、またその調整ということをしていただきました。また日本中央バス様におかれましては、この運行というところに実際車両の運転者というところがつきますので、その運転者との提供というところがメインというところで役割分担がなされています。少し背景の方にも話が戻っていきますが、我々だけでなく、この日本のこの自動運転の取り組みというのは、主に2つの流れがあります。いわゆるオーナーカー、いわゆる自家用車というところは、今までの安定支援システムの延長線上に徐々に高度化されていくという流れがあるわけですが、それとは違って物流や移動サービスといういわゆる公共交通手段というところは、一気にこのレベル4というところを目指して地域限定で運行できる仕組みというのを整えていくという流れがあります。我々はこの後者の話になっていきます。で、国としましてもこの2020年というところにレベル4、すなわち無人で動く自動運転サービスというところを実現するという目標を掲げておりまして、我々もこれに、のっとった形で、この実証実験プロジェクトを進めているというところです。で、自動運転のイメージというのは、いくつかありまして、観光移動型中山間地域等が、よく取り出されますが、我々はこの既存バスの自動運転化というところにフォーカスしているのが、特徴となります。今回、そういった意味でも、バス会社様と一緒に連携しているというところが非常に重要なポイントになってまいります。で、車両の構成につきましては簡単ではございますが、ご説明いたしますと、いわゆる GPS、GNSS の受信機で位置測定をしたり、あるいはレーザーセンサーと呼ばれるものが屋根の部分に取り付いてまして、これで車両の位置を把握して、自分のハンドルやアクセルブレーキのコントロールを判断するという構成になっています。また全方位カメラで信号認識を行う、またレーザーセンサーが車両の側部、前後左右に取り付いておりまして、これで障害物を認識していくというような仕組みに大体なっております。また今回はドライバーが乗る仕組みというところで、これまで我々、バスではありませんが、我々の所有する自動運転車両で、
10例以上、実証実験を実施してまいりましたが、まあ、それで培われた、まあ、インターフェース、テストドライバー用のインターフェースがありますので、これを日本中央バス様のドライバーさんを教習するさせていただいてですね、このバスの自動運転車両を運行していただくということを、まあ、今回実施するというイメージでおります。で今回の実証実験というところにおきましては、まあ、レベル2というところはこの実証期間ずっと続くんですけれども、機能、自動運転の機能というところも段階的に高度化させていこうという予定で考えております。初期の頃は自動運転も簡単な軌道を追従するという機能で、徐々にその機能を段階的に増やしていって、まあ、長期的にこの実証実験が仮に続けば、無人というところに向けたいろいろな取り組みを段階的に進めていこうというふうに考えておるところでございます。最後にですね、今回この 自動運転の関係では運行管制というところ の, 取り組みも、NTT データ様と一緒に、進めておるところでございます。ここについては NTT データ様の方からご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。お世話になります。NTT データの井上と申します。よろしくお願いします。これまで小木先生の自動運転車両の技術ですね、そちらと私どもはその車両の配送ですとか運行計画ですとか運行状況のモニタリングですとか、そういったところのシステム周りの運行管制システム等々については我々がというような分担でですね、一緒に共同研究としてさまざまな実証実験ですとか、またこれからも実証ですね、ちょっと予定をしているんですがやらせていただいております。そういう関係で今回のご協力をさせていただきたいと思います。ご協力させていただきたい内容につきましてはですね、一度営業の大野町田課長からご説明をさせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。我々、今回実証実験で提供させていただく仕組みについてご説明させていただきます。で仕組みについてはこの3つになるんですが、まあ、最初運行管制のところ、でこちらにつきましては自動運転バスそのものは自律的に走るものなんですが、それを公共交通として走らせようとするとですね、例えば時間になったら走り出しなさいよですとか、で走り出したらちゃんと安全に運行できてるとか、まあ、そういったところをチェックしていく必要、監視していく必要が必要、仕組みが必要となってます。でその部分について一番上のところで言うとどこ今走っているのか、あとは、ドアを、例えば遠隔から開けたりしたり、まあ、そういう制御の方を行うようなシステムであったり、真ん中のところですと映像を撮ってですね、車内外 の, カメラで撮った映像を遠隔から見ることができるし、まあ、最後に車内サービスということでロボットの方を設置させていただいて、こちらの方は将来的に人が乗らなくなったときにこのロボットが運転手さんの代わりになって車内の方への、案内を、車内案内をしてあげる、まあ、そういうところを想定したような仕組みの方を今回提供させていただこうと思っております。でこれらの仕組みについては最初から全ての仕組みを導入するというものではなくて、先ほど尾先生の方からもありました通り、我々の方も段階を追って、機能アップを図っていく、まあ、そういったところを考えております。以上となります。ありがとうございます。少し補足をさせていただきますが、今回の実証実験 の, 趣旨は技術検証というよりも、こういった自動運転の車両をいかに導入をしていくかというところ の, 一つ の, テストケースかなというふうに考えております。この自動運転の技術というのは非常に地域の方々のコンセンサス、これが非常に大事になってきます。怖いという印象をお持ち の, 方ももちろんおられる中で、この自動運転というのは、まあ、怖くないんだよというところを、いかにこの醸成していって、その地域の足として、利用していただけるようなその措置を作っていくということが非常に大事になっていくというところで、まあ、先ほど技術の部分というのはいろいろ研究はしていて開発はしているんですけれども、まずはシンプルなものを入れていって徐々にこの自動運転という技術に慣れていっていただこうというところが、まあ、今回の実証実験の趣旨であるというところをご理解いただければと思います。また今回この実証実験におきましてはバス会社様にご協力いただいているというところで、日本中央バス様にご協力いただいています。佐藤様から一言お願いします。はい、紹介しました日本中央バスの佐藤と申します。
この度ですね、自動運転ということで、私どもの方で、運転、することになりました。まあ、これに関しましてですね、やっぱり、お客さんとか、まあ、乗ってる人もそうですけども、周りの人も自動運転になると、やっぱり怖いというようなね、先ほどのお話がありましたイメージがあると思いますので、私どもの方でですね、その、いかに安全に運行するか、これがまず第一だと思いますので、もう本当に事故のないように、この、ね、運行がね、スムーズにいけるように、まあ、運転手が常時運転席に、座っております。このために、操作的には、ハンドル的なものを手に添えてるだけで、運行しますので、ただ何かありましたときには、その乗務員が、ハンドル操作、アクセル、ブレーキ操作、等を行うことによって、自動運転が解除になりました。それで手動運転になります。そうしますと、通常の、運転に、ね、変わりますので、こういう形をとって、乗務員の方が、バッチコンないように、安全運転に、努めるようにします。運行日は12月の14日から3日おき、3日運行して3日間は、通常のバス、今までのバスそちらにある、ちょっと変わったバスなんですけどね、このまま最初当時の時は、サンフランシスコのケーブルカーですか、これをモデルにして、向こうから輸入した木でできてますので車体をね、現地に向こうから輸入してこちらの方で組み立てて、で前橋さんの、協力を受けまして、この路線に使おうじゃないかということで、運行することになりました。ですからやっぱり自動運転も、3日間やって3日間で、何かあった時に、対応できるように、その後の3日間というのはこの通常のバスで運行するようにしております。まあ、本当に、やっぱり乗る人も先ほども申した通り、やっぱりどういう運転本当に大丈夫なのっていうのが、まあ、一番問題になってくると思いますので、その辺をね、やっぱり乗務員が運転手が運転席に座って車内の様子、外の様子、まあ、そういうものもね、よく監視しながら、まあ、事故のないように本当に安全運転をで運行するように進めますので、これからも本当に、まあ、事故のないように、運行いたしますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、どうぞ小木先生、はい、よろしいですか。はい、この取り組みは実は国土交通省が講演をいたしますアーバンインフラテクノロジー推進大会において、スマートシティ部門の優秀賞を獲得をしました。本市の交通政策課、細谷誠一君、そして飯塚浩一君、そして並びに小木先生や NTT データの皆さん、そして日本中央バスの皆さん、一緒の共同受賞だということでございます。おめでとうございました。とりあえずご披露、皆さん並んで写真を撮らせていただけますでしょうか。先ほどご紹介いただきましたですね、交通政策課長の細谷でございます。先ほど、説明をいただきました自動運転の取り組み、そのものをですね、前橋が代表しまして、国の方に論文として提出をいたしました。アーバンインフラテクノロジー推進会議というものがございまして、国土交通省が講演をしております。そこの研究テーマがスマートシティが描く都市の未来ということで、論文を提出したところ、交通部門で優秀賞をこの度受賞いたしましたので、紹介させていただきます。
ありがとうございます。あのでも本当にあの交通政策の課長や職員の人たちが頑張って、それを技術支援をいただく民間の方々がおられて、まあ、こうして全国的な新しい賞を得たということは本当に誇らしく思っています。本当に皆さんお疲れ様でございました。これからもどうぞよろしくお願いをいたします。それでは身近な城南という地域、この地域における市民の、まあ、汗、そして長年の取り組み、実は平成23年から地域の方々がもっともっとあの便利な足が欲しい、そしてどうにしたらいいんだろうと自ら悩み、そして取り組んできた結果、本日城南地区の地域内交通の新しいシステムを発表することとなりました。またこれにも NTT ドコモの技術や知恵が合わせていただいていることもまた嬉しくお礼を申し上げたいと思います。本日はその23年、平成23年から取り組んでみていただいた地域の方々をご紹介したいと思います。茂木瑞穂委員長さん、そして松村長治さん、そして松村博さん、そして部下吉久さんのお四方です。どうぞご紹介いたします。まあ、抱負やらこれからの期待、それで黒話などもしあればお願いいたします。はいはい、皆様こんにちは。先ほどご紹介預かりました地域内交通の運営委員会委員長の茂木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。地域内交通運営委員会の副委員長の松村です。よろしくお願いします。同じく副委員長の部下と申します。よろしくお願いします。副委員長の松村です。よろしくお願いいたします。それでは早速私たちの町の取り組みをご説明したいと思います。23年に地域づくりが始まりまして、私たちはこの地域で暮らす人が豊かな心豊かに暮らしていくにはどうしたらいいか、どういうふうに支援したらいいかっていうのを考え始めました。その運動の母体がですね、安全安心部会でございました。それで、私たちの地域っていうのはね、とてもあの農村地帯で静かなところなんですけれども、どうしても移動にはですね、車を使わないと行けないんですね。どこに行くにも車、一家に1台じゃなくてですね、1人1台の時代で回っているぐらいです。で、私たちはどうしたらこの町の人たちがですね、安心して安全に暮らしていけるか、今自主返納をしている方たちがたくさんいると新聞報道でもありましたけれども、私たちのこの地域はですね、自主返納したらですね、生きていくのが大変なんですよね。ですからなるべく皆さん年を取っても軽トラやなんかを運転してあちこちに出かけております。でも本当でそれでいいのかしらと思いまして、私たちはこの運動に取り組み始めました。今回この運動が認められまして、実証実験をさせていただくことになりました。前橋市と群馬県から支援を受け、30年の先ほど、市長さんがお話ししておりました12月13日から、来年の2月の28日まで実証実験が行われます。デマンドによる区域運行を行い、地域の需要を調査する、そういう目的で実証実験をいたします。で、参加者はですね、城南地域に住んでいる方が対象となります。申し込みいただいた方の自宅をドアとしてですね、目的地、うちの城南地区で44箇所決めました。44箇所に行くことが移動することができます。で、利用の際はお電話で
申し込んでいただきますと、自宅までお迎えに行ける、行っていただける、そして、希望のところに運んでいただける、そういうシステムでございます。実証実験に行うにあたってはですね、地域で地域内交通運営委員会を組織してですね、地域内での周知活動、運行形態を検討、今回の目的地の調整、実験参加者の募集など、さまざまな基準を進めてまいりました。まずは実証実験の結果を分析しまして、本格運行に向けた検討を引き続きしっかり行っていきたい。そして、城南地区の人たちがですね、安全で安心して、この地域に住んでよかったよ、安心だねって言っていただけるような、しっかりした地域づくりをしていきたいと思っております。最後にですね、12月13日の午前10時より、城南支所でですね、出発式のセレモニーが行われます。城南地区の地域の、八木節保存会の人たち、それからまた新田保育所の生徒たちがですね、ダンスを踊ってくれたり、それからですね、小旗を作ってですね、出発式の時におめでとうって言って振ってくれるような催しも考えておりますので、ぜひ皆さんお時間がありましたら取材に来ていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。楽しみですね、いよいよ。はい、はい、まあ、来年実験が終わった後、いい成果を残して、はい、まあ、本格運用に向かってよろしくお願いいたします。はい、今地図見ると、はい、これだと下増田のグランドゴルフ場は今のところ行かないです。今のところ行かないですか。ここだって人気スポット、行くように。あ、よろしくお願いします。はい、じゃあ楽しみにしております。いろいろ実験いたしまして、皆さんの声を聞いて、 そしてここにも行ってほしいよ、こういうところにも来てほしいよっていう声を聞きまして、そしてまた地域を定めてみたいと思います。ワクワクしながらやりましょう。はいはい、お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、やっぱり記者会見、市長がベラベラしゃべる、職員が手堅く話すよりも、やっぱり地域で頑張ってきた人たちが語るっていうのはありがたいなと思います。またこれを支えてくれた交通政策の職員や技術的にこの実験を可能にした、それはやっぱり NTT ドコモさんの知恵、インテリジェンスの力だろうと思っております。それでは次は同じように AI を利用した地域公共交通網の最適な運用、最適化ですよ。最適化というのはまさにインテリジェンスの根本だろうと思います。無駄を省き、そして市民サービスを上げ、コストを減らしていく、それができるのもやはりコンピューターの力なんだろうと考えております。今回平成30年の5月に NTT ドコモ社と前橋市は包括協定で助け合おう、支え合うという基本合意書を結ばせていただきました。そして ICT に基づく地域おこし、そして社会インフラの構築に向かって、まあ、共に進んでまいりました。合わせまして 5G の利活用検討委員会、ドコモ社の行う協議会にも多くの市民団体や法人が参加を呼びかけております。さあ、その中で NTT ドコモ社が提供するアプリによる最適配車システムを活用した社会実験を行うこととなっております。ふるさとバス、先ほど申し上げましたように、今みんなが語った城南地区のすぐ上の大きな大御春川宮城という大きなエリアをくくりとして動いておりますふるさとバス、その西側富士見という赤城の山頂から、そして赤城のふもとまでを広がる広大な富士見地区におけるルンルンバス、これらをウェブの配車アプリによって運行することとなり、市民のためになると信じております。本日は株式会社ドコモ CS 群馬支店支店長の船越武さん、ほかドコモの関係者の方が見えておりますので、ご説明をお受けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
いません、ちょっと時間かかっておりますが、ただいまご紹介に預かりました、NTT ドコモ群馬支店長の船越と申します。本日はこのような素晴らしい機会を与えていただきましてありがとうございます。皆様のご協力によって、今回の実証実験を行えること、まずは感謝申し上げたいと思います。では私の方からですね、この、実証実験で使われる AI 運行バスですね、こちらについての、概要を説明させていただきます。まずこの AI 運行バスなんですけれども、これ、自治体様などに対して、以下の2点の機能を提供するプラットフォームでございます。まず1点目が、より良い交通、公共交通を実現するための交通機能でございます。でもう1つの機能がございまして、移動の先にある目的地、こことの連携を実現する送客の機能でございます。でまず1点目の交通機能についてご説明いたします。こちらに記載させていただいた通りなんですけれども、デマンド型のタクシー、それから乗り合い型の、路線バス、この長所を融合したルートを固定せずに需要に応じて走行する次世代モビリティサービス、これが交通機能になります。で、これを人工知能がリアルタイムに車両の最適な走行ルートを決定できるというところがミソでございます。下の図で、左側がデマンド型タクシーやなんかのルートを描いた場合、こんな形になりますけれども、例えばですね、2人目の移動需要が発生しましたというときに、この AI、人工知能がリアルタイムにですね、このような最適なルートを、描いてくれると。1人のお客様だったら、もともとデマンド型だったら、この2人目のお客様が発生したときに、1人目のお客さんを送った後で、また引き返して、2人目のお客様をご案内するという形になるんですけれども、今回の場合は乗り合いの、長所を融合してございますので、このようなルートを、しかも最適なルートを、引くことができるというものでございます。でもう1点の送客の機能でございます。こちら、ですね、送客の機能というのは、まず目的地を探すと、そのルートまで、そこに至るまでのルートを示す機能というのと、もう一つはその施設を紹介する機能ですね。この2つで成り立っています。で、どのような効果があるかというと、例えばですね、スーパーとか飲食店、病院、役所といったこういう生活利用施設、それから群馬フラワーパークや赤城神社など観光施設、こういったもの、こういう施設がありますけれども、そこに対してですね、便利な移動手段があるためにその施設の利用が高まるという側面がございます。もう一点、もう一方でですね、魅力のある施設があるために交通需要が増加するという側面もございます。この2つの面の好循環を促すようなことができるものとしてこの送客機能がございまして、便利な移動、それと目的施設でのサービス、これを連携させる仕組みを実現するものと考えております。で、今回の前橋市様での実証のポイントを挙げさせていただきます。まず1点目、配車アプリでございます。この AI 運行バスの導入によって、配車アプリでの予約が可能になります。で、ふるさとバス、ルンルンバスの運行エリアでは、従来電話対応のみだったと思いますけれども、これが配車アプリでの予約が可能になるということで、皆さんの利便性を上げることができると、そのように考えております。で、こちら後ほどデモをさせていただきますので、詳細はデモの方でご確認をいただきたいと思います。もう一つの2点目の機能、送客に関わる機能でございますが、クーポン機能というものがございます。これはですね、例えば店舗の情報など、目的地施設の情報、それからクーポンですね、これを先ほどの配車アプリで提示することができると。で、それを提示することで目的地とのさらなる連携を実現するようなものになっています。で、このクーポン機能についてはですね、この実証実験では現在調整中でございます。施設様側との交渉ができ次第、この前橋市様のフィールドにおいても、年明けには実証開始したいなと、そのように考えております。で、今後の展望なんですけれども、携帯電話のネットワーク、この仕組みを利用して AI によって人口の未来予測をする技術、こんな技術がございます。これは実はドコモとしてはこの技術を使った AI タクシーというものをすでに、提供してございます。この技術を、この今ご説明している AI 運行バス、こちらに、こちらの配車に応用すること、それによって人の需要予測を予測した待機場所や走行ルート決定など、より高度な配車
これを実現したいと考えております。この機能については AI 文法バスに適用する部分、ここが開発中でございますので、今後のものになりますけれども、このような技術を適用してより利便性の高いものにしたいというふうに考えております。簡単な絵で示しておりますけれども、そう、例えば定例の集会だとか突発のイベントですね、こういったものが発生したときに、現状ではですね、突発の配車予約によって非効率なルート変更が生じてしまうということになりますが、この技術を入れることによって需要を予測して効率的なルートを走行できるようになりますので、このような開発を進めてより利便性の高いものにしていきたいと、そのように考えてございます。この後、今先ほどご説明しましたデモについて、デモをさせていただきますので、ちょっとご準備させていただきますので少々お待ちくださいませ。私からの説明はここまでで以上となります。お待たせいたしました。そうしましたら、続きまして NTT ドコモの番野と申します。アプリケーションの少々お待ちください。アプリケーションのデモンストレーションをさせていただきます。今回提供するのはアプリケーションと申しているんですけれども、インターネットのサイトにつないでいただく、ウェブのアプリケーションでのご提供を、ふるさとバスおよびルンルンバスエリアに対して、提供させていただくという実証実験の予定になっております。で、こちらをお見せしているのがふるさとバスのアプリケーションでございます。で、従来ですね、バスを予約したりとか、こういうものを使うときにですね、どこに行きたいかを考えた後に、その後に、じゃあその目的地に一番近いバス停はどこだろうかっていうのを、こう他のインターネット等で調べてですね、で、どこだろう、ここが一番近いなっていうようなふうに、やられていると思うんですけれども、当然それもできますが、こちらの AI 運行バスの仕組みはですね、その送客機能、目的地との連携というのを可能にしているものなので、カテゴリー等がございまして、例えば観光であれば観光のこういった施設が紹介されていたりしますし、今回生活の足という側面が大きいですので、公共施設であればこの勝川市長であり大越市長であったりだとか、あと体育館ですね、こういったふうに、検索表示をすることができます。で、例えばこの宮城体育館を選ぶとですね、宮城体育館の施設情報が書いてございますので、これが例えばスーパーマーケットであったりだとか病院であったりすると、そこの施設の情報を発信していくことでお客さんを呼び込むという、そういった送客の機能も使うことができます。また先ほども申し上げました通り、クーポンは調整中であるんですけれども、ここにクーポン情報も付加することができますので、そういった意味でも送客効果っていうところを我々としては試していきたいというふうになっております。ではここで、実際ここに行くというのがどのように使えるのか、非常に簡単に使えますので、そこもデモンストレーションさせていただきます。ここに行くという右下のところを触っていただくと、少々お待ちください。この宮城体育館というポイントに一番近いバス停がですね、自動的に選ばれる。で、このまま決定をすると、今目的地を選びましたので、あとは乗る場所ですね。で、乗る場所に関してもですね、普通は今一番近いところから乗りたいということが多いと思いますので、これ最寄りを確認というのを押しますと、当然スマートフォンなどで現在地を GPS で把握して一番近いところをご提案する。で、それ以外の場所ももちろん選ぶことができますが、今回エリアの外におりますのでちょっと遠いんですけれども、この、心臓血管センターというところから乗るというふうにさせていただきます。で、これでもう乗る場所と降りる場所が決定できましたので、あとは何人で乗られるかというのを指定しまして、あとは今すぐ呼ぶというものと、あと時間を指定して乗ることもできます。今は今すぐ呼ぶを使って予約をさせていただくと、今これが AI が自動的にどの車をどういう順番で割り当てるかというのを計算しております。で、だいたい10から15秒ぐらいでこのようにですね、何分後、今から7分後に1号車が迎えになるというふうに表示されます。この間にオペレーター等の操作は一切必要がないので、事業者様の負担軽減にもなるという形です。で、この後もちょっと特徴的な画面なんですけれども、車載機が常に車の GPS 情報を拾っておりまして、
乗る方にはそれが見えますので、まあ、車がもうちょっとで車が迎えに来るな等がですね、これで分かりますので、まあ、非常に安心してお待ちいただけると、そういったところでも住民の利便が向上するかなというふうに思っております。で、本当はこれが車がだんだんと近づいてくるんですけれども、今は車自体は動かしておりませんので、ここに止まったままになってますが、で、あとは乗るときにですね、この乗車 ID と書いてある、まあ、文字列があるんですけれども、こちらで1号車に乗ると乗せてもらって目的地まで着くことができると、そういうような仕組みになっています。またこの会見終わり次第ですね、あちらで私待機しておりまして、ご説明も追加させていただきますので、何か追加でご質問ございましたらその時にお申し付けください。簡単ですけれども、デモンストレーションは以上です。ありがとうございます。すみません、最後になりますが、前橋市よりですね、この NTT ドコモさんの AI 運行バスを活用した実験の取り組みの概要について補足をさせていただきます。NTT ドコモさんの AI 運行バスシステムを活用して、前橋の地域交通網の最適化にいろいろ検討しておるところなんですが、その概要については、お手元配布の資料3に記載の通りでございますが、ポイントのみ、若干説明させていただきます。お手元の資料3のところにですね、1番実験の概要ということで、対象エリアは記載の通り3地区で、日時が記載されております。それと先ほどアプリのデモがありましたが、そのアプリの使い方についての住民説明会を3番に記載の通り、ふるさとバス運行エリアにて住民対象の配車アプリ説明会を開催いたします。日時は11月の29日午前11時から大御師匠の大会議室で行います。この大御師匠で大御地区、宮城地区、春日川地区の方々にお越しいただいて、アプリの使い方の説明会を受けると、まあ、第1回目ですので、他の機会も設定していきたいというふうに考えております。またはぐっていただきますと、前橋における AI を活用した地域交通網の最適な運用ということで参考資料で添付してございます。その2ページ、失礼しました、3ページのところをご覧いただきたいんですが、この実証実験を行う一番の特徴でございます。なぜというところかと思いますが、 AI による最適な配車ルート時刻の計算ができることによりまして、現在アナログで処理しておりますがオペレーターの負担軽減ができます。それと配車の効率化ができることで正確性が向上します。強いては利用者の利便性が高まるということになります。また配車アプリからも配車予約ができますので、電話だけじゃなくてアプリからの予約で自動配車システムが稼働するということで、利用者の利便性も向上するというものでございます。で、資料の4ページのところにございますが、特に今回の実証実験での検証したいポイントがございます。現在ふるさとバスの利用率が、減少傾向にありますが、利便性が高まることによりまして輸送人が増えるのではないかという見通しを立てております。で、また2番目にありますが、待合時間の縮減、今まで電話で受付してアナログで配車していた関係でどうしても待ち時間が多くありましたが、 AI で自動配車しますので待ち時間が半減ぐらいするのではないかなということを期待しております。それと走行距離の減少ということで配車が効率化できますので、運行ルートも最適なルートで、渋滞を回避しながら配車ができるということで、走行距離の減少ということで燃費の削減、CO2 の削減等の効果も見込めるという実験を行いたいと考えております。で、最後のページにございますが、将来展望でございます。冒頭市長の方からのビジョンがありましたが、区域運行ということで大子宮城春川地区と今回新たに始めます城南地区、エリアは別でございます。どうしても運輸制度上別のエリアになってしまうんですが、両方のエリアに同じシステムを導入することによって乗り継ぎが、円滑化できればなというふうに考えております。で、さらには、上毛電鉄のダイヤと組み合わせることによって地域内交通から上電に乗り換えて街中へ移動するシステムをシームレス化していきたいというようなことも考えております。
そのようなビジョンと課題解決を目指して NTT ドコモさんと一緒に研究をしながらこの実験を取り組みたいというふうに考えております。以上でございます。はい、ありがとうございます。いや本当にいろいろがトライが進んできているなと感じております。今 のドコモさんの地域公共交通のバス停方式も、まあ、将来的には城南がおやりになっているような、まあ、ご自宅から目的地までみたいな形になれば、先ほど私が冒頭申し上げましたバス停まで歩けない人の救済はやっぱり我々としても責任があろうと考えております。まあ、以上3団体の方々にお礼を申し上げたいと思います。これで、私どもの、はい、報告は終了いたします。それでは田中課長お願いします。はい、これより質疑に入ります。時事通信の玉木さんに進行をお願いいたします。はい、幹事社を務めております時事通信の玉木です。本日もよろしくお願いいたします。まず自動運転バスの営業運転開始についてお伺いをいたします。小口先生にお伺いをしたいのですが、まあ、不勉強で恐縮なんですが、まずこの全国初ということの定義を教えていただけますか。失礼しました。失礼します。小口から、ご回答させていただきます。全国初という意味合いですが、路線バス、いわゆる緑ナンバーの運行バスの中において、実施をするというところで、通常のダイヤの中で、運行して料金を収受するという営業車両としての運行というところで、バスというところが、日本で初というところです。なおかつ、今回、3月の31日まで実証実験を実施するというところで、この長期間実施するというところでも全国では非常に珍しい例となっております。長期間、実施するということを除いても、路線バスとして営業運転をするということ自体が初ということですね。はい、当たりました。ありがとうございます。もう一点、先生にお伺いをしますが、今回実証にあたって、安全の確保、まあ、町の人にも安全であると思っていただくことが大切だというようなことをおっしゃっておられたと思うんですが、はい、これまで のデータ収集期間とかがあったと思うんですけども、はい、その他に何かこうヒヤッとするようなですね、ことがあったのかとか、あるいはそれがあったのであれば、それをどういうふうに今回の営業運転に関して生かしていかれているのかというところを教えてください。はい、今回のこの前橋での実証実験の準備というところに関しては、まあ、順調に進んでおるところで、特に何かインシデントがあったというところは特にありません。まあ、これまでもですね、まあ、実証実験10例以上実施してきた中で、まあ、基本的には無事に、実証実験実施できておりますので、まあ、実績としましても、まあ、しっかりとしたものがご提供できるように、まあ、最終的な調整を進めていきたいと思っています。安全には自信を持っておられるということでよろしいですか。はい、自信もありますし、その配慮というところも十分にしながらですね、慎重にこの技術の導入というところを進めていきたいと考えています。実際にその営業運転としてお客さんを乗せるということで安全対策で変わってくる部分はあるんでしょうか。今、まあ、今までの車両というところは まあ不特定多数が乗られるわけではなかったですので、ある程度コントロールできた中での運用というところに、ではありました。そこからまあ一歩出てですね、まあ、最初の頃はいろいろ実証実験中止したりとかするかもしれませんけれども、まあ、不特定多数が乗られるというところでより柔軟に動く必要があろうかというふうに思います。これについては日本中央バス様のですね、今まで運行されてきたそのノウハウをこの自動運転の中に学習というとちょっと語弊があるんですけれども、まあ、その中にですね埋め込んでいくというようなことをしながらより、確実に動く仕組みを進めていきたいというふうに考えています。万が一っていうことであるかと思うんですけど、まあ、こういう形でこう広く実証実験やってますよということが知られる中で、例えばこう前に走ってるぞっていうようなことでちょっかいかけてきたりとかですね、あるいは
高校生の方でも何かこう近寄ってきたりとかそういったことっていうのは想定されないでしょうか。はい、可能性としては十分ありますが、今の現状におきましてはまずは、ドライバーが乗っていまして、ブレーキを踏めばいつでも、止められる仕組みというところはあります。で、安全第一というところですので、自動運転を継続するというよりも、常に安全に、運行するということが大事ですので、そこはドライバー様にも十分お伝えしておりまして、何かある意味怪しい動きをされる方がおられたりとか、あるいはそうではない予測しないそういう事象に対しても常に気を配っていていただくようにお伝えしているというところでございます。ひとまずありがとうございました。はい、で今の安全の件に関して日本中央バスの佐藤常務にもお伺いしたいと思うんですが、お願いできますか。安全対策についてお伺いいたします。はい、ドライバーさん乗られてるということなんですが、これやはりベテランの方がご登場されるということなんでしょうか。はい、そうですね、通常の普通、バスを運転している2種を持っている、当社のバス運転手乗務員なんですけども、それだけではなくて、今回のやっぱり群馬運転対策の方でその運転に関してのいろいろ教習を行いまして、でそのものを受けた、それを受けただけじゃなくてテストをやりまして、試験等もあります。でそれで受かったものだけがその運転をできるという形で、だからうちの方も全員が、受けるわけではなくて、一人二人だと大変ですので、交代ないとね運転できませんので、何人か受けまして、その中の本当にそのテストに受かったものだけが、専用に運転をするという形で扱っておりますので。今回の実証実験に参加されるのは何人ということになりますか。ドライバーさんの数は、ドライバーさんの数は何人ということになりますか。10名、はい、10人の方が交代で、そうです、運転席に座、お座りになるということですね。はい、なんかやっぱり普通のバスを運転するよりも緊張されるんじゃないかという気がするんですが、何かそのドライバーさんのご感想なり、聞いてらっしゃることがあれば教えていただけますか。これからなんていうんですか、12月の10日から本格的に運行ということになりますけれども、今までのではやっぱり訓練というか、その運転、試験的に、例えばコースとか、群馬大学さんの方の荒牧キャンパスでコース、専用のコースありますので、そちらの方で、運転しておりますけれども、やっぱり、通常の運転だけではなくて、その自動運転の方のものも気を使わなくてならないということがありますので、やっぱり通常よりもやっぱり気遣いが多いという形、そのために今までその専用 の、 そのダイヤあったんですけども、それだけではなくて運転士の方も、人員を増やして、そのダイヤをだから拘束時間とかも短くしたりとか、そういうものでやって、運転者に負担をかからないような、運転ですか、ダイヤを組んで、その業務に業務に差し掛かってるっていう形を取ります。分かりました、ありがとうございました。はい、お願いします。続きまして2番と3番ですね、AI によるその配車運用の実証実験についてお伺いをいたします。どなたにお伺いするのがいいのか、飯塚課長さんにお伺いするのがいいのかなと思うのですが、高齢者の方の利用についてですね、教えていただきたいんですけれども、要するにその高齢者の方が実際にアプリを使って、操作をするということがですね、なかなか難しい方もいらっしゃるんじゃないかという気がするのですが、説明会もされるということなんですけども、そこでどういったことに注意をして説明会をされるのかということを教えてください。はい、交通政策課長の補正でございます。高齢者の方のですね、アプリの利用の関係でございますが、まず城南地区につきましては、スタート当初はアプリはまだ運用はできませんので、電話予約のみということでございます。でふるさとバスとルンルンバスのエリアについては電話予約もできます。アプリもできます。アプリを使える方はアプリを使ってみてください。でまだ使えない方は電話予約でも受付が可能でございます。でいずれの予約方法においても AI 配車システムが稼働しますので便利になるというふうに考えております。
細谷課長さん、失礼しました。ありがとうございました。最後、市長さんにお伺いをしたいのですけれども、はい、今回いろいろこう新しい技術の実証実験をされるということで、こういった技術が進歩していきますと、本当に街の中を自動運転のタクシーやバスが縦横に走り回って、はい、その市民のニーズに応じて、自宅から目的地までダイレクトに行けるというようなですね、未来予想図みたいなものも描けるかと思うんですが、その市民の利便性ということだけではなくて、そうしますとその街づくりというか市内の観光等の活性化にもつながるんじゃないかと思うんですが、その辺のその要するに技術の実証だけではもったいないかなという気もするんですけども、もし本当にそういう社会が近々、僕は来てほしいと思ってますけれども、それを所轄官庁である国土交通省、広くそういう方向に導いてくださるならば、これは間違いなくそうなると思います。ただその変化が社会構造まで一気に変えていくのではないでしょうか。今我々が求めているいわゆるコンパクトシティ、その必要性も自由に移動できるというこのシステムの中では意義を失うんだろうと思っておりますし、またもしもしたら学校の形、いろんな形が変わっていくのではないかと私は思っています。今宇都宮がいよいよ始めまして、 LRT の新設、LRT のような大量輸送を我々のこのシステムはディマンド型のスモール、小さな単位での輸送になりますので、対応できるとは思いませんけれども、それでも、イーロン・マスクのようにコンボイで移動するみたいな、自動運転同士がコンボイを組むみたいな、ああいう着想であるならば、さまざまなことが動いてくるのではないでしょうか。そういう意味で我々のような車偏在の地方都市にとっての、大きな社会変化の先駆けをこの前橋が行っていきたいと、考えております。よろしい、ありがとうございました。幹事からは以上です。各社さんご質問あればお願いをいたします。読売新聞の佐藤と申します。2点がありまして、まず全国初の営業ナンバーでの自動運転バスについて副センター長さんに伺いたいんですが、昨年の10月に協定書を結ばれてからこれまでの、実証実験の内容なり、どういった形でその道路のデータ等を 集めてこられたのかというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、これまで行ってきた実証実験といいますか、発表してからの部分ですけれども、まずは自家用車での、自動運転の実証というところをやっていました。これは大学の中で閉じた検証ではあったんですけれども、実際に今回の運行ルートにおいて、自動運転で走る上で課題となる部分というのはあるのかないのか、こういったところを、一般的な自家用車タイプの自動運転車両で、走行して確認をしたというところで、結論としては、特段他のところをやっている実証実験と大きく差はないのかなということが、分かったというところです。で、その後やっておる、ここ近々でやっておる部分というところは、一つは今バス車両を実際に、深夜ではありますが、深夜の時間帯、主に深夜の時間帯に走行させて、バス用の地図データの作成およびその走行検証というところを行っております。これは最終的には日中に走行検証を行い、12月の出発式におきましては、そこまでにその準備をするための安全検証あるいは機能の確認というところをここから出発式に向けて実施していくというところでございます。ドライバーさんを乗せて前橋市内を走行させ、はい、対象のルートをですね、そこを走行するということです。それはまだ始まってはいえ、もう、はい、始まってます。深夜に走ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、すみません、 AI を活用した実証実験についてなんですけど、これちょっとどなたにお答えいただけるかわからないんですが、アプリの配車の場合は多分スムーズに AI が配送ルート等を
策定をして提示してくださると思うんですけど、電話予約の場合はどういった形でこのアプリ配車までつなげていくのかということを、どなたかお答えいただければと思います。ありがとうございます。 NTT ドコモ万能でございます。ですね、インターフェースが乗客アプリと電話の予約では違うだけでですね、電話の予約の先でですね、オペレーターがシステムに投入することで配車を決定しますので、その配車の決定のロジックだったりというものはアプリでやるのと全く変わらないものを使うということになります。オペレーターさんは、実際の、人間で、そうですね、オペレーターさんは実際の人間です。代わりに、代わりに、なのでそれの代理予約を登録する用のウェブのアプリケーションも我々使作っておりまして、そちらを、交通事業者様に、お使いいただくという形になります。細かいです、オペレーターさんは NTT ドコモの方になるんですか？ではなくてですね、ふるさとバスとルンルンバスそれぞれを、やっていらっしゃる、赤木タクシー様と関越交通様になります。交通会社さんの方がされるんですね。わかりました、ありがとうございます。すみません、私も坂野さんに、お伺いしたいんですけども、この AI インコバスっていうのは、NTT ドコモさんの方で事業化はされているものなんですか？現在ですね、事業化に向けて最終調整中というものになります。今回その前橋市で実証実験に取り組んだような成果をまとめて、例えば他の自治体さんに、有料サービスのような形で売り込んでいくってことになるんでしょうか？おっしゃる通りの理解であっております。ありがとうございます。他はいかがでしょうか？情報新聞社の安本です。3つの案件すべてについてお伺いします。それぞれの対象人口と、需要見込み等が出ていれば教えてください。交通政策課の補正屋でございます。それぞれの対象と需要の見込みということでございます。まず自動運転を走行する区間は、JR の前橋駅と上毛電鉄の中央前橋駅の区間でございます。現在シャトルバスが運行しておりまして、現在の利用者からしますと、約4万9000人ということになっております。現時点のシャトルバスの利用者は4万9000人で、今後は、自動運転の走行ということで全国から注目をされております。国交省さんも研究に協力していただいてアピールされているということもありまして、視察あるいは先進事例のですね、取り組みとしてですね、乗車される方も増えるんではないかなと。でゆくゆくはこのバスの再編でシャトルバスの延伸の計画とかも考えておりますので、利用者を増やしたいというふうに考えております。それと城南地区の地域内交通については、城南地区の人口は 約でございますが1万8000人でございまして、世帯数は6900でございます。対象としますとその1万8000人でございます。でただこの AI 配車システムを運用するために事前登録が必要でございますので、事前登録された方がまずは一時利用ができるという仕組みになっております。それと AI を活用した配車システムの関係でございますが、ふるさとバスのところがこっち、ふるさとバスが現時点で、約3万500人という利用者でございます。でこれが年々ですね、利用者が減っております。ピーク時は3万9000人おったんですが、今3万500人ということになっております。で AI で配車効率化をすることによって利便性向上によって利用者が増えればなということを期待しております。それから富士見地区を走っておりますルンルンバスについては、現時点での
輸送人員が約1万5000人ということでございます。こちらは、微増ではありますが、増えておりますが、より配車効率が高まれば、利用者の利便性も高まるので、利用者も増えるのではないかというふうに考えております。あ、失礼しました。対象としますと、ふるさとバスは大子宮城春川地区になります。で、ルンルンバスは富士見地区になります。以上でございます。産経新聞の住谷と申します。先ほどのちょっとご質問に関連してなんですけど、利用者4万9000人とか3万500人となったんですけど、これ年間ってことでよろしいんですか、単位としては。はい、年間です。年間です。あとすいません、先ほどのちょっと質問に関連してなんですけども、路線バスの、自動運転化の前橋から中央前橋のところで、深夜に走っていらっしゃるというふうにおっしゃってたと思うんですけど、それいつからやってらっしゃるのかっていうのをお伺いしたいのと、あと実際昼間に走るのはいつからかっていうのをお伺いできますか。はい、いつからかというのをちょっと今失念してしまったんですけれども、バスですよね。バスをっていう意味ですよね。はい、じゃあ区間は、区間は全く同じ区間を走っています。で、今まさに走ってる Now という状態ですね。で、日中走るというところに関しては準備ができ次第適宜というところですが、来週にはお目見えすることになると思います。はい、来週ぐらいに、昼間を始める。そうですね。はい、よろしいですか。で、ひとまず案件についてのご質問は以上です。で、県外なのですが、市長は、市長さんはちょっといい話ですかね。申し訳ないです。案件外の、案件についての質問はありまして、案件外の質問をさせていただきたいと思います。はい、1点、中心市街地の活性化、再開発についてなんですけども、いろんなところからいろんな声も上がってはいるようなんですが、スピード感と市民の意見をちゃんと取り入れていくというのは両方大事なのかなというふうに思うところではあるんですけども、今後の進め方について、現在の状況を踏まえてお考えがあれば教えてください。中心市街地における、再開発っていうのは本市にとっても重要なことですので、このまま進めてまいりたいと思っております。地主さんや関係者が自らの土地や財産を、我々組合に提供し、そして新しい町を作ろうよという気持ちを、大切にする、それは当たり前のことだろうと思います。ただ地主さんのためだけの良きものではなく、やっぱり地域にとって市民にとって良きものにしていく、そういう気持ちを持った我々地権者集団が、ルールにのっとって、これからも多くの市民の、免疫を、そして誇りになるような町を作るためにと取り組んでいきたいと考えます。以上です。ありがとうございました。各社さん、お願いいたします。今の中心市街地の話の続きですけれども、商工会議所がですね、地権者だけではなくて、まちづくり関係者や経済関係者も含めた協議の場を設定してほしいというのを申し入れてたと思いますけれども、その協議の場の設定のですね、具体的な計画などは決まってますでしょうか。基本的にはこの再開事業というのはまさに地主、あるいは地権者、あるいはビルのオーナー、そういう方々の参加によるものでございますから、まずそこの基本的な
人たちの判断や声を聞きながら進めていかなくてはおかしいと思っております。そういう意味で、近々に地権者の皆様と一緒に、お話をする機会があると聞いておりますので、その中で今私が申し上げたように、これからもこの再開発をより良きものにするためにきちんと進めてまいりますということを私からもお伝えし、そして今、日本経済新聞社の支局長さんがお話しになられたような観点の議論もしてまいりたいと思っております。ということは現時点ではスケジュール等は決まっています、はい、けれどもそういう場を設ける考えは、それはもう広くいろいろな意見を聞くべきだろうと思っております。それは全く我々もその方向で進むべきだろうと思っています。今までも決してそれを全部否定していたわけではございませんで、これからもできるであろうアーバンデザインであろうとか、あるいは地域の方々とよりよく協力関係を得られるような協議や意見交換の場というのは当然スタートにあたり我々も取り組むべきものだろうと考えておりました。まあ、そういう意味ではそんなに大きな大きな負担感を持って今回変更するものではないと思っております。情報新聞の内訳です。再開発に関連しては、今回の準備組合 の事業の公募、事業の公募 その応募資格というのが、建築意識1500点という点 その設定にですね、前橋の業者がそこもクリアできていないというような話がありまして、せっかく前橋の再開発の事業なのに、その代表者に前橋の事業はなれないじゃないか、そのチャンスもないじゃないかというような声もあるんですけども、その辺について何かご意見、把握していることがあれば。まあ、そういうご指摘をいただいていることも承知しております。一方で、相当大規模な再開発にあたり財政的な保障がどのぐらいできるんだろうかとか、さまざまな観点から、事務局が設定した今回の数字というものが、私はその説明の中では当然のことなんだろうとは考えております。ただこれから公募を進めるにあたり、さまざまな意見を加味しながら、それはもう適正、変更するべきものはしていく、そしてそれも含めてより、ものになるような意見はきちんと適正に聞いていきたいと思っております。ということは復元に図った上でしょうけども、はい、柔軟に変更があり得るという考えでしょうか。それも組合皆さんの中で協議しながら決めていくものでございますから、当然その中での議論を優先して動いていきたいと思います。皆さんが変更をお考えならば、それはその方向に進みましょうし、私どもはその組合を、なんていうんでしょうか、事務局を委任を受けているものとしていろんなご提案を、組合の皆さんとお話をしてまいりたいと思っております。よろしいでしょうか。よろしいですか。はい、いいですか。最後に幹事社からご質問があった、今回のさまざまなこの公共交通、地域内交通の形で何が変わるのか、僕は言わせましたけど、一番変わるのは弱い人の暮らしだろうと思います。障害を持って車が運転できない方々や、あるいは高齢を持って運転できない方々、あるいはお腹に赤ちゃんがいて車の運転ができない方々、さまざまな方々に社会に通じるドアを開ける、それが今回の三地区で行う、チャレンジだろうと思います。本当にそういう意味でみんなが夢を持っていただけるような社会実験がいよいよ地域の方々の努力によって始まるわけでございますから、どうか見守り、また声援をいただき、そして良き結果が出て、これが前橋全体にネットワークが、いやいや日本全体にこのモデルが広がるように、前橋を見守っていただければと思っております。
本日は私のご報告質問は以上でございます。最後に相変わらずでございますけれども、シネマ前橋、今回は実は12月1日は映画の日です。なんで12月1日が映画の日か私は分かりませんが、この日にシネマ前橋は通常1700円を1000円でご覧をいただけるように整えました。特にあのごっこというのは、なんとかごっこのごっこという作品は前橋がロケ地になっております。まあ、一般のみんなが、たまには映画でのんびりしていただければいいなと思いますし、その映画館にも通えたくても行きたくても行けない人たちに早くそういう出かけられるチャンスを得られるようにこれからも頑張ってまいりたいと思います。本日は私からの会発表、そして3団体からの発表をいただきました。どうぞよろしくお願いします。また皆さんありがとうございました。終わります。以上をもちまして本日の定例記者会見を終了させていただきます。